皆様こんにちは。今日はこちらのエムズシステムの人気スピーカーアンプ内蔵型ショコラ、一流ホテルにも導入されています。このショコラとアンドロイドの音楽をどうやったらこのショコラで楽しめるか、その接続方法を簡単に皆様にご紹介いたします。ぜひご覧ください。それでは早速皆様にアンプ内蔵型のこのショコラとお手持ちのアンドロイド、これのつなぎ方を皆様にお伝えします。でつなぐにはステレオミニケーブルってケーブル、これ付属で入ってます。これ端子をちょっと見てください。ミニプラグって言います。片一方をスピーカー側に、片一方をアンドロイド側に挿していただきます。片一方は当然ですがスピーカーのこのジャックに入ります。カチッと音がするまではめてください。でもう片一方ですけどアンドロイドの端末に差し込んでいただきます。でこれ自分が持ってるアンドロイドなんですけど、イヤホンジャックというちょうどこのミニプラグが入る形状になってますので、そのままカチッと差し込んでいただくと、この Android 端末からの音楽がこのショコラで流すことができます。でただ今の Android なんですけど、このイヤホンジャックの差し込み口がない機種もございます。そういった時にはどうしたらいいか、その時には M2 システムおすすめ の、 このケーブルがございますので、こちらをご利用ください。またちょっとこのプラグの部分を見ていただきたいんですけど、こちらはスピーカー側、これスピーカーにさせます。でこちらの形状ですね、これ Android 側なんですけど、さっきと形状が違います。ちょうどこれ USB-C っていう充電と同じ形状になってますけど、自分の携帯たまたまこれ充電するときついてますので、カチッと入れていただくとつながりますので、先ほどのジャックがない場合にはこちらのケーブルが合いますので、差し込んで使っていただけば音楽が聞こえます。以上、アンドロイドとショコラのつなぎ方のご紹介でした。